カンボジア大学はカンボジアのプノンペン特別市に2003年に開学した私立大学。学長はカオ・キム・ホルンで、総長は日本人のハンダ・ハルヒサが務める。UC は2003年6月23日にカンボジア王国総理大臣、創業者、カンボジア大学理事会理事長のカオ・キム・フン博士とカンボジア王国顧問。 国際芸術文化財団創設者兼会長、カンボジア大学の学長のハンダ・ハルヒサによって創設された。UC はカンボジア王国政府とカンボジア認定委員会の認定を受けており、カンボジア高等教育協会の言葉で教えられているクメールトラックが発足した。続いて UC は既存の国際線の英語プログラムの名称を変更した。大学は芸術、 人文学部、教育学部、法学部、メディアコミュニケーション学部、科学技術学部、社会科学学部、手著先生不学校とインターナショナルリレーションズ、トニー・フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネスの8つのカレッジと学校を通じて、財団年度、純学士号、学士号、修士号及び博士号プログラムを提供するよう組織、されている。さらに、大学院の大学院は、 大学の大学院プログラムを監督している。UC は大学のカレッジや学校と連携して学術分野の研究と訓練を調整するための特定の研究所とセンターを設置している。そして大学は研究高等研究所、研究開発機関、ASEAN 研究センター、スキルキャリア開発センター、英語研究センター、英国研究センター、アジアリーダーシップセンターをはじめ、 アジアの振興開発対話を含む数多くのシンクタンクを設立した。カンボジアの大学には6つの大学と3つの学校がある。それは、芸術、人文学部、教育学部、法学部、メディアとコミュニケーション学部、科学と技術学部、社会科学、テチョ先生府学校とインターナショナルリレーションズ、そして、トニー・フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネスとニー、フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネス。 編集カンボジア大学の芸術、人文、言語学部は、一つの純学士号、三つの学士号、一つの修士号の合計5つのプログラムを提供している。教育学部、編集カンボジア大学の教育学部は、一つの純学士号、46、三つの学士号、一つの修士号、一つの博士号、編集カンボジア大学の法学部は、三つの学士号、 一つの修士号、一つの博士号の合計5つのプログラムを提供している。メディアとコミュニケーション学部、編集カンボジア大学のメディアとコミュニケーション学部は3つの学士号の合計3つのプログラムを提供している。さらにメディアコミュニケーション学部は8つの短期コースを提供している。CMC はメディアとコミュニケーション分野の学生の教育と学習の 実践を支援する独自のメディアとコミュニケーションシステムを持つ国内の唯一の大学によって設立された。近くの東南アジアのテレビ、東南アジアのラジオや FM106、東南アジアの生産と提携している。科学と技術学部、編集カンボジア大学の科学と技術学部は、一つの準学士号、三つの学士号、三つの修士号の合計七つのプログラムを提供している。 社会科学学部、編集カンボジア大学の社会科学学部は、5つの学士号、3つの修士号、2つの博士号の合計10のプログラムを提供している。テチョ先生府学校とインターナショナルリレーションズ、編集カンボジア大学のテチョ先生府学校とインターナショナルリレーションズは、12の学位で、6つの修士号と6つの博士号を提供している。さらに、 TSS は非団体の研究を行っている。TSS は建物の10階にある。トニー・フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネストニー、フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネス。編集2017年5月10日、UC ビジネス学校は、アイラシアグループのトニー・フェルナンデスグループ最高責任者の代わりに、トニー・フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネストニー、フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネスに解消された。 トニー・フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネスは、7つの、純学士号、8つの学士号、8つの修士号、1つの、博士号の合計24のプログラムを提供している。トニー・フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネスは、高品質な指導と強い地域的影響力で、2つの優雅さをもって、カンボジアで、トップビジネス学校として、エドナバーセルに上位された。大学院研究科 研修大学院研究科は、すべてのカレッジや学校と連携して、UC の提供に関する情報と大学院の学位を将来の学生に普及させる。また、UC での大学院生の指導にも携わり、疑問に答える。そして、大学院研究科は、UC の一部拡大の現地で、学生の質と選択の両方を強化している。24の修士号プログラムと11の 博士号プログラムを監督している。また、UC o 系ケージョナルペーパーシリーズの調整と出版を担当している。学部研究科、編集教育部、青少年部、及びスポーツ部が承認した大学院の学校は、現在6つの大学と1つの学校のすべての学部プログラムの調整機関であり、現在9つの準学士号プログラムと29の学士号プログラムを 提供している。スースは、学部レベルでの学術的な訓練、ガバナンス、マネジメント、研究の強化を目的としており、カンボジアと海外の両方で、同様の学術プログラムを持つ、他の学校との協力や協力を促進している。今、カンボジア大学で登録した学生は3500人にいる。メインキャンパスサムディックプリアホバラマンセブンの像。 メインキャンパスは11階建ての建物である。本館1階のアンコール時代にカンボジアの王であったサムディック・プリア・ホバラマンセブンの像がある。カンボジアの大学には国、著名な国際機関、ダイナミックな民間企業、影響力のある市民の後に学校、大学、学科、教室、教授陣の名前を変更する観光がある。例えば、テコセ,センインターナショナルリレーションズは、 カンボジアの首相、サムデッチテック、ハンセーン、トニー・フェルナンデス・スクール・オブ・ビジネスの名前にちなんで名付けられた。エアアジアの CEO ・タントリー・フェルナンデスにちなんで命名された。正式に就任した9つの部屋と行動が現在、ある。手帳先政府と国際関係学院は、キャンパスの10階にあるアセアン加盟国の後に部屋名をつけ、世界経済フォーラムの後に1ホールを捧げた。 9階には、ASEAN Dialogue Partners にちなんで名付けられた教室と行動があり、10万冊以上の本や雑誌や新聞などがある。e l i b r リーでも、ASEAN リソースセンターも含まれ、ASEAN に関連する書籍をコレクションしている。4つの研究所、コンピューター修理研究所、IT センター研究所、言葉、マルチメディア研究所とネットワーキング研究所がある。 ありがとうございます。